和田康葉さんに今年の参加の意気込みをお聞きしたいと思います。和田さん、意気込みをお願いします。はい、こんにちは。よさこい男子チーム東海大学響と申します。神奈川県の平塚市からやってまいりました。はい、北海道のよさこいソーラン祭りには6月に参加いたしまして、地域のお祭りにも参加して、地域の活気を盛り上げたりも、そういう活動もしております。で、今、響は16代目になりまして、そうですね、練習は、学校でやっているんですけども、たまに公園でやったりもしております。はい、今日も皆さん暑い中ですが、見てくださる皆様に感動を届けられるよう精一杯踊らせていただきますので、ご声援よろしくお願いします。ありがとうございました。それでは準備をお願いします。会場にお集まりの皆様、こんにちは。こんにちは。神奈川県平塚市よりやってまいりました東海大学響と申します。踊り子一同精一杯踊らせていただきますので、お手拍子お心拍子のほどよろしくお願いいたします。それでは、月を輝け、天を仰げ、我らの旅路が今始まる。16代目響き通い。歌いや踊れスーパーよさこい、手が押すとおり、寄ってらっしゃい、見て
く。それでは皆様、また来年。はっ、見てくださった皆様に最高の笑顔でありがとうございました。ゆき、デシュー。よさこいダンスチーム東海大学響きの皆さんでした。